本日レフリーを務める純三郎である。本試験は王国騎士団伝統のエリミナシオンディレクト、すなわち勝ち抜きトーナメントによって厳正に審査される。有効打のポイント採点方式を取るが、相手が戦闘不能の場合は即時勝利とする。以上、では早速始めよう。両名コロシアムの中央へ。セレクション第2試合、リドリー・ティンバーレイク対ジャック・ラッセル。
くぜ。ヒッパーヒッパーパーヒッパーはあ。ああ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 あはあ。リミットエクシーノ行くぜ。ヒッパーヒッヒッパーそれまで。絶対勝つ。一通り絶望したら早く着替えろよな。はい。なかなか様になってるじゃねえか。王国の騎士ってこんなヒラヒラで戦うの？お偉いさんたちの好みだ。そのうち俺のように着こなせる。おっさん、残念ながらそれ説得力ゼロだよ。お前には先輩に対しての敬意ってもんがねえのか。それに俺はまだ21だ。おっさんって言うな。どうぞ。絶対いつか勝つ。どうやら夢ではない。ならば早速本題に入りましょう。ジャックさん、もう結構です。お手を離して。ジャックさん、つねるのやめて。あ、すいません。それでは本題を。ここにガンツ・ロートシルト率いるローズ・コションの結成を宣言いたしますです。団長、ちょっといいですか？何でしょう。ローズクッションってどういう意味なんですか？ああ、意味ですか。そうですね、騎士団の誇りと国家への忠誠を表しています。どの辺が？ローズのあたりが騎士団の誇りで、クッションのあたりが国家への忠誠です。本当ですか？嘘です。でもそういう意味を込めたいという熱い気持ちはあります。はあ、
そしてなんと我が隊は早速ダークス様より14人も仰せつかりました。14任務？ドワーフの護衛です。交易のため鉱物や武具を運ぶドワーフを守って、積み荷ともども無事にこのラジアータまでお連れする任務です。多様な超重要任務を出来たてほやほやの我がローズコションが担うとは。超重要任務ね。この任務を見事に果たせばローズコションの株はぐんぐんうなぎ登り、出世街道まっしぐらです。ということで出発は明朝一番。長旅ですからね、準備を怠らずお願いします。そうそう、ジャックさん。はい。この後ちょっと付き合っていただけませんか？付き合うってどっか行くんですか？ジャックさんのためになるところですよ。これはジャスネ様、こんなに朝早くからどうかされましたか？おお、来たか。あ、いや違った、なんだ、今朝の天気が気になってな。そうですか、ジャスネ様、我々ローズコションはこれより初任務へ。うむ、十分に気をつけるんだぞ。はい。ジャックさん、こちらはご家老のジャスネ・コルトン様です。そうですか。そうですかじゃありません。頭を下げなさい、頭を。でもリドリーだって。何を言っちゃってるんですか、あなたは。リドリーさんはいいんですよ。いきなり悲劇ですか、バカ。あ、いた。リドリーさんはジャスネ様のご令嬢です。え、でもリドリーのファミリーネームって確かティンバーレイクとか。ジャスネ様は北方大鷹の称号を持つ名家ティンバーレイク家のイリム子さんなんです。ティンバーレイクを名乗れるのは血統のみと決まっているんですよ。あ、それってもしかして奥さんの尻に敷かれてるってことですか？うひゃー、まさに尻つぼみの人生ですね。なかなかうまいことを言いますね。見かけによらず飲み込みが早い。いや、それほどでも。いやいや、謙遜することはありません。立派な騎士になるには賢さも必要です。やだな、照れるじゃないですか。あらあら、意外と繊細なんですね。わしの人生は死に尽くしか。申し訳ありません。何分騎士になりたてほやほやで。へん、しっかり教育するのだぞ。はっ、それはもう私ガンツがこれからしっかりと。それからガンツ君、リドリーにもしものことがあったら。はい。え、あ、いや、なんでもない。あれも騎士になったんだからな。いつまでも過保護かな。だがまあ頼んだぞ。行きますよ。